はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日はですね、また引き続き、この小札港のタスク消化をね、進めていこうと思うんですけど、最初にやるのが、これですね、ファクトリースカイライン。この場所には独特の魅力があると思わないかね、私は30年前、ここにあった工場で働いていた、見に行こう、どうなっているのか、ということで、この4箇所を探索するだけのタスクなんですけど、問題はですね、いろいろコンテナとかが転がってるので、直接そこにたどり着けないんですね。なんで、一応このバンディットに、背中にドンをね、乗せて、やってきたんで、クレーンを駆使してね、ちょっとそのコンテナとかを乗り越えていこうかなとは思うんですけど、どっから入ればいいの？とりあえずここ行ってみます。メイン作業場、この壁をちょっと越えられるか見てみようか。なるべく壁に近づいて、ほら、ね、通れないでしょ。え、ジャンプできんの？そんな ことはないよね。あ、ちょっと待って、こう、いけなくもないの、これ。なんか、ブロック倒れてるね。こういうことな。きっちりクレーン使わなあかんのかなと。一回じゃあちょっと中に入れてみますよ。トラック固定解除。で、クレーンモード。ちょっと傾いてるけど、ドンはすごく軽いんで、このクレーンでも一応持ち上がるんですね。とりあえず掘り込みます。ほら、ちょっとすみません、仕事が雑すぎて 倒れそうだったんで、ちょっと。いける？一回変えてみようか。大丈夫な？よいよいよい。AW できない。OK。で、おお、なんかいけそうになってるね。それアスレチック的な マスクだったのかな。ちょっと行ってみようか。まあまあ、車の選択は合ってるよね。一番小型の車だし。ただ、難しいぞ。ちょっと待って。いや、一応、入れそうだけど。スタートとゴールがあるんかな。ちょっとこの、行けるところを順番に行ってみようか。どうなるか。まあ、いざとなったらこのクレーンで救出作業に向かいます。こういうことなんだね。よいしょ。絶対たどり着けへんなと思ってたんです。怖っ。いける？ここでも入ったら出てこれへんことない？ここもう降りたら登れへんことない？行っちゃいますけど。ここに来たら、ここは、ここ1個いけますね。この霊人像ですか。いろんなところに霊人像があるんですね。ここはとりあえず、1箇所はとりあえず行けましたね。次、そしたらどっから行くんだろう。おお、はい、ちょっと、行けそうなところを。ああ、そっちはでも乗り越えられそうだね。ちょっと戦略的に行かないと。行こうか。ここを越えたら入れる？あ、こっちかな。ここ行きたかったけど。行けない。まあ、後からでもいいか、それ。こっちかな。ちょっと行けるか、見てみます。この鉄骨張りさえ越えたらなんとかいけそう。ちょっと難しいなと思います。もうすでにいろいろ壊れてるんですけど。ウィンチ引っ掛けるポイントは、あ、あるっちゃあるんだね。はい。うわ、登れるこんな。おお、強引。ちょっと待って、後ろを今度引っ張る。
遠いんやな。まあまあ最悪こけてもいいか。こけないでなるべく起こすのがちょっと手間かかりますけど、まあ、電動ウィンチで、あ、それかこのコンテナとかが移動できんのかな。その可能性もあるね。ちょっと待って、試してみようか。こういうタスクだったんだこれですよ、これの奥にいる、ここのコンテナ、これ特大貨物っぽくに、あ、ぶつかった、あ、動かせる、何それ、そういうことなあんな入れるんか、ここから、そういうことだったんか。あ、ちょっと待って、ちょっと考えて、引かないとね。まあ、とりあえず、ここを開けましょう。ちょっとずらしていきましょう。で、また通れるんじゃない、さすがに。で、クレーン、車も起こしちゃおう。はい、こうして、よし、でもコンテナどかしたところで大きなトラックは入れないよね、こんな。ここ行ってこっちかな、もう行ったらいけそう。雪は積もってます。まあそうね、ちょっと新たな試みのタスクですね、そういう。そう考えて。もう一個なんか4箇所探索するだけのタスクあるんですけど、それもこんな感じなのかな。ここでいけそう。よし。よし、とりあえず、2箇所目ね。で、ここは戻った方が良さそう。バックで。いける、いける、いける。よしよしよし。で、そこは行ってもいい。こっちは通れないね。あ、戻るか。次は、どこに行けばいいの？この辺、分からへんな。こっちとこっち。移動できそうなやつそんなないけどね。ここら辺通れそう？あ、通れるか。この裏っ側か。ここ行きますよ。でもう一個はいける？で、どこだ？この奥ぐらい。なんだけど。あ、一応通れるか。うん、こういう構造なんだね。こっちはいけそうですね。あともう一個だね、そしたら。最初に行こうとしてたとこ。ああ、雪が。をどうすればいいか。よし。で、あと一個ね。まあ、特大貨物を一個どければ、大丈夫だったってことかな。こっち左からも行けるか。最後の一個。これウィンチ引っ掛けたりとかするのないよね。どうやって行くんだろう。ここ？ここ行けそう。行ってみるか。ちょっと怖いけど。あ、めっちゃ怖いな、これ。ここを通り抜けられたらいけそうだね。確かにね。
最初にここ行っとくべきだったってこと？取れるかな。ウィンチがあったらいいけど、ないですね。ちょっと勇気を出して無理か。ここの上に一回登ってしまった方がいいんじゃない。まっすぐ行って、よいしょ。お、よしよしよし。危ない危ない。あ、落ちた落ちた。爆笑爆笑爆笑。おー、ウィンチないんじゃないの。ないね。どうしよう。ちょっと傾いてるんで、ちょっとバンディット呼んでこよう。レン戻す。これは入れないか。入れるか。ギリ入れるな。よし。ちょっともうちょいずらすか、この特大貨物。よし。奥に。よしよし。もう大丈夫じゃない？さすがに。で、はい。で、よし。全然入れるんだね。あ、でもそっちに行けないぞ。ちょっと待って。届くかな。どこに倒れてんの、あの、ドンは。こっからは登れないよね、でもね。届く？届いて。届け。あ、そうか、変な。もうちょっとなんだけど。どうしようかな。クレモです。ウィンチは？君。無理やな。あ、ここ越えられるか。これぐらいやったらいける。じゃあ頭使うな。ただ入ったはいいけど出れへんとかやめてやん。よし、こっちには来れましたね。大丈夫だよね。ここを、まあでもさっき上まで登れたから頑張ったらいけそうな感じはするけどね。クレーンの方が分かりやすい。ちょ、上を持ちたい。これあんまり下下がらないんだね、このクレーン。ここなんですよね。ひっくり返っちゃった。害がひどすぎる。もし起きたね。で、これを戻して、じゃあちょっとこのドンでチャレンジするか。ここが登りきれたら大丈夫だよね。引っかかってる。難しいけど、登ってすぐ左に行けばいい。今ここにいたらバンディット起こしてくれるでしょ。こげて、よしよしよし、いいよ。もういったいったいった。なんで先できひんかった、これ。なんでいけると。ああ、そういう仕掛けなんだ。はい。信じられん。ここでどれだけの有用なものが、ただ朽ち果てていくことか。いいニュースは、私たちがここ一帯を復興させて、再開できるかもしれないことです。しないといけないんですかね。ふか。よし。じゃあ、まあ、戻って、次行きますよ。じゃあ、まあ、回収できるよ。入りは楽やな。